台風直撃から4日後、清水エスパルスの本拠地 IAI スタジアムでは飲用水の配布が行われました。このお水は J リーグビファーレン長崎の主要株主であるジャパネットホールディングスからご提供されたもので、ウォーターサーバー用の 9.5 リットル入ったボトルが2500本用意され、希望する清水区民の方々に選手たちが配りました。持てる？大丈夫ですか？奥も空いてます。選手の中でも実家が被災したという清水区出身の辰田選手が、本当に大変な状況ですが元の生活が送れる日まで共に頑張りましょうなどと声をかけながら活動していました。大事な活動なのかな。そして10月1日、清水区の山間地にある布沢地区では住宅に流れ込んだ土砂の撤去作業を行いました。 OKOK、この日エスパルスは予定されていたジュビロ磐田との静岡ダービーが延期になったことから、選手たちの希望で急遽ボランティア活動に参加。スタッフ選手合わせて20人がスコップなどを使って土砂をかき出しました。およそ3時間半、泥まみれになりながらも必死に土砂の撤去作業をお手伝いしました。同じ日、バスケットボールベルテックス静岡の開幕戦が行われた静岡市中央体育館では、清水エスパルスの選手たちによる募金活動が行われました。台風過ぎ去った後に、いろんな情報が SNS だったりとか、各選手に届いて、やっぱり何かしなきゃいけないっていう思いは選手みんな持ってて、実際に僕のところにも連絡が来たりしてたので、何かしたいなっていうのはクラブとも話し合ったんですけど、少しずつ動きが出てきて、僕たちにできることはやっぱサッカーで元気にすること、あとはやっぱこういう地道な活動だと思ってるので、皆さん本当疲れてる、実際疲れてきてると思いますし、やっぱり日が経つにつれてやっぱ現実をね、に直面してやっぱり苦しくなってくるところだと思うんですけど、僕たちは本当にやっぱりそういうところに元気を与えること、少しでも大変ですねっていう声かけだったりとか、これから頑張りましょうっていう声かけだったりとか、本当に、ね、些細なことですけど、そういうので元気を受け取ってもらえればいいなと思ってますし、何よりやっぱ寄り添う姿勢っていうのが大事だと思うので、やっぱり地域とともにあるのが清水エスパルスだと思うので、本当に皆さんと協力し合いながらお互いを支え合っていけるような関係をこれからも続けていきたいと思います。頑張りましょう。